吉田守州はパティシエ。静岡県寸東郡清水町出身。1932年から続く老舗菓子屋の三代目。1998年日本菓子専門学校卒業。内海会会員。2005年に地元である静岡県寸東郡清水町に当時28歳にしてパティスリーナチャールネーチャーを開業。 2006年2007年に放送されたテレビ東京 TV チャンピオンに景気職人選手権において2年連続で優勝。2010年からパリに再フツギーサボはジャック・ジュナンを経て2012年に森吉田をオープン。翌2014年にはショコラ愛好団体 CCC よりフランスにおける外国人ショコラティエ賞を受賞。2016年に パティスリーナチュレナチュール閉園店。2018年にフランステレビ局 M6 の番組レメイユーパティシレでプロフェッショネルゼゾンににて優勝。同年日本国外務大臣表彰受賞。翌2019年も同局同番組のゼゾンさんにて優勝。2019年イースターにはラドゥレとのコラボレーションを発表。ラドゥレが初めて 日本人パティシエを迎えたこのコレクションは期間中、世界中のラデュレのブティックにて展開。ありがとうございます。